りがあります。はい、まず1つ目、4月22日に発行された前橋新聞芽吹くの表紙に私たち赤木団が飾らせていただきました。イエーイ、万歳。アクエル前橋とか元気21とかたくさん置いてあるので、皆さんぜひ私たちの表紙を今日も置いてある。あ、置いてあるみたいです。お皆さんぜひゲットしてみてください。お願いします。お願いします。はい、そしてもう一つお知らせがあります。はい、もう一つはですね、赤木団レギュラーラジオ番組が決定。皆さんご存知の FM 群馬さんで赤木団と住みます芸人のアンカンミンカンさんとのコラボ番組、せーの、アンカンミンカン放送中です。はい、こちらの番組は群馬県のニュースだったりとか群馬県のあるあるをちょっとね、くだらなかったりとか面白かったりとか、ね、真面目にはやらない番組になっていまして、きっとね、お昼ちょっと前に聞くにはちょうどいい笑いの量なんですよ。なるほどなるほど。そうなんですよ。とっても、ね、聞きやすい番組になっていますので、ぜひ皆さん毎週木曜日と言いたいところなんですけど、はい、ね、第1の木曜日になっていますので、はい、皆さん聞いてください。よろしくお願いします。もうね、2回放送してきたんですけど、1回目はさやきでしょ、はい、あーちゃんでしょ、でみーみー、そして2回目、先日がまったんと、まいちゃんと、あとひーちゃんの3人で来ました。この後もね、他のメンバーが登場するので、次はどのメンバーか楽しみだね。はい、そうですね。みーちゃんは実際に初回番組どうでしたか？はい、私は1回目だったので、メンバー、まだ今募集中なんですけども、まだリクエストっていうか、リクエスト、ね、募集が、はい、ね、ない状態で私たちはやったので、メンバーの群馬あるあるを説明したんですけど、はい、私は群馬県って風が強いじゃないですか。私まだ学生で自転車通学なので、前髪が動きやすいみたいなあるあるを言ったんですけど、もう本当しょうもないですよね。はい、それをね、それをね、求めてるみたい。そうなんです。そういうね、募集もしてるので、皆さんぜひお願いします。で、ね、第2回目はすごいメールの数来てたんですよ。ありがとうございます。皆さん送っていただいて、ありがとうございます。調子でどしどしメールの方お待ちしてますので、お願いします。じゃあ次は6月、皆さん楽しみにしていてください。はいはい、